24時間テレビの募金。びっくりするぐらい集まらない、がネットで話題。内容はこちら。24時間テレビの募金が、びっくりするぐらい集まらないようです。では、内容を見てみましょう。ハッピー。24時間テレビの募金箱が、レシートのゴミ箱と化していた。まあ、あの所業を考慮すると、割と当然といえば当然。マスゴミに洗脳されるな。バレたからね。24時間テレビの募金が全く集まらずに、レシートを捨てるゴミ箱になっている模様。マスゴミの正体バレたからね。当たり前だよね。レイコ千葉。だって募金着服事件もあったし、化けの皮が剥がれてきたから。共産党の募金箱並みに入れる気はしないでしょう。笑い。まあそうなるでしょうね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。いつも生放送される某小売店だけど、去年の3分の1も入ってねえぞこれ。横取りされるのにするわけないやん。横領あったのが効いてんのかな。横領があの一件だけとは思えないんだよな。絶対バレてないだけで、他もやってるよな。あんな不祥事起こして、まだ募金する情弱いるの驚きだわ。Y の親戚が、毎年イオンの募金会場で手伝いしてるけど、今年のは断ったらしいわ。もう信用してないんやろな。募金をしている人は、情報弱者のみでしょうね。次はこちら。あんな偽善に素直に感動するやつって、ネットがある今じゃなかなかおらんやろ。性格悪い俺ですら、マスコミよりは倫理観ある自信あるわ。そもそも今の時代、あんなん見てるやつおるんか。これ本番どうすんやろ。なんか番組最中に募金額発表の時間とかあったよな。スタッフが募金すればいいんだよ。どうせ見せかけの金額公表するだろう。あれに出とる芸能人たちが募金すりゃ終わる話やし。高額ギャラをもらって出演している芸能人が募金すればいいと思います。次はこちら。横領とかいう最大のタブーを起こしたのに、まだ募金する奴がいることに驚き。横領報道あって、なお募金する方がイカれてるだろ。まだ募金する奴いるのか。募金着服してたくせに、同名の番組続ける神経がわからん。よくあれで番組続ける気になるよな、わら。Y的には、横領よりも、人殺しといてまともな謝罪すらせんのにびっくりする。マスコミって、リアルにサイコパスの集まりだと思うわ。サイコパスの集まり。言い得て妙ですね。最後はこちら。これに募金するより、直接募金した方がええやろ。募金の行き先が不透明すぎるだろ。寄付しても着服されて終わりやしな。着服されるのも、芸人へのギャラで消えるのもアホじゃん。そりゃ募金詐欺集団の日本テレビに募金するようなバカはいないでしょ。大切なお金をダメに捨てるようなもの。そもそも物価が上がりすぎて、他の人を助けてる余裕がない。募金着服のイメージが定着した24時間テレビ。募金は集まらないと思います。結論。日本テレビが起こした数々の不祥事。24時間テレビの寄付金着服問題。セクシー田中さんの原作者を自殺に追いやった問題。大谷選手の後継報道問題などなど。そんな中でも、24時間テレビの寄付金着服問題がかなりの痛手になっており、24時間テレビに募金をしても、どうせ着服されるとのイメージがついてしまっています。今年の募金額は、そんなに集まらないと思います。なぜなら、募金をしている層がネットを見ない情報弱者だけでしょうからね。日本テレビは諦めてください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ。
この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。